千葉都市モノレール。千葉都市モノレール株式会社。千葉都市モノレールは、千葉県千葉市内で、サフェージュ式モノレールを運営している、機動事業者。千葉市や千葉県などの出資による、第三セクター方式で設立された第三、セクター鉄道の一つである。通称は、千葉モノレール。本社は、千葉県千葉市に嘆く。モノレールの愛称は、 タウンライナーでマスコットキャラクターは猿のモノちゃんである。千葉港駅から県庁前駅を結ぶ1号線と千葉駅から線状台駅を結ぶ2号線の2路線を持つ。1988年3月28日に最初の区間である2号線スポーツセンター駅線上、台駅間が開業し、1999年3月24日に1号線を含めた全線が開通した。 総営業距離 15.2km は、懸垂式モノレールとしては、世界最長で2001年にギネス世界記録に認定されている。産業活力再生特別措置法に基づく、事業再構築計画が2006年4月28日に、国土交通省から認定を受け、累積損失の解消と単年度黒字化が図られた。 同年5月に99%減資するとともに、千葉県と千葉市が再建者となっている貸付金204億円を現物出資する形で、第三者割当増資による新株発行が行われ、債務の株式化、デッドエクイティスワップ、これにより一時的に資本金が205億円となった。さらに、同年8月には、千葉県出資分100%、千葉市出資分98.2%、 民間出資分80%それぞれの原資、計102億円分の原資と、資本準備金5億円の取り崩しを行うとともに、機動資産の一部、母下90億円相当を、千葉市に無償譲として、減価償却費と設備更新費大幅削減を行った。この譲渡損90億円については、資本準備金の取り崩しを行った。これらの施策の結果、同年度決算では、 最終黒字が1億9600万円、営業係数が96と、開業以来初の黒字を計上した。合理化策の一環として、現在は、モノレール車両の動力者操縦者、運転士が車両基地における車両検査要員を兼任することで、人員削減を図っている。開業当初より、自動券売機専用のプリペイドカードである、モノレールカード、 プレミアム月を2009年2月まで発行していた。JR 東日本を除く、首都圏の公民鉄における磁気カード式のプリペイドカードとしては最後まで運用されたカードであった。パスネットには当初より対応しなかったが、利用者から対応について要望が多数寄せられたため、パスネット協議会に加盟していたこともある。パスネット自体は導入しなかった。 次世代 IC カード乗車券の競技機関であるパスも、競技会には設立当初より参加し、準備期間を経て2009年3月14日に運用を開始している。また、交通系 IC カード全国総合利用サービスの対象外であり、パスもとスイカ以外の IC 乗車券は使用できない。2018年6月22日付で、 千葉市役所出身の川上千里が社長に就任した。1号線を千葉市立青葉病院まで延伸する計画があった。詳細は1号線の延伸計画を参照。また、穴川駅より稲毛駅、稲毛海岸駅への延伸構想があった。2019年、令和元年9月4日付で、千葉市はモノレール病院ルート、県庁前駅。 私立阿波病院間について、延伸計画を廃止とし、稲毛ルート、穴川駅 JR 稲毛海岸駅間については、モノレール導入は行わないことを決定したと、発表した。大人普通旅客運賃、小児半額、IC カード利用の場合は1円未満の波数切り捨て、切符利用の場合は10円未満の波数切り上げ。2019年、令和元年10月1日改定。 通常の乗客輸送以外に、車内で落語が楽しめる、天空寄せのようなイベント運行を実施することがある。2018年には、千葉経済大学、千葉経済短期大学と、地域活性化や、人材育成、情報発信などを目的とした、連携協定を結んだ。近年は、テレビドラマや、CM などの撮影に対し、 同じ千葉市の千葉市フィルムコミッションなどと連携して積極的な誘致を図っており、同社の場合、駅や車両での撮影だけでなく、本社社屋や車両基地をも積極的にロケーション撮影用に貸し出しているのが特徴である。2008年のライトノベルを呼び、それを原作とした2010年のテレビアニメ、俺の妹がこんなに可愛いわけがないに。 千葉駅付近や千葉公園等から見たモノレールがたびたび登場したことに伴い様々な取り組みが行われた。2011年5月にはキャラクターを描いた記念ギップが発売された。線形第19編成に同作品のラッピングが施され、2013年3月30日から2014年3月31日まで運行された。 10月以降は声優によるアナウンスが土休日の10時から16時に短縮された。また、2015年5月2日からは、ライトノベル及びそれを原作としたテレビアニメ、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。のキャラクターが車両にラッピングされ、2016年4月1日まで運行された。2017年12月7日から、ステーションメモリーズ。 以下、駅メモに登場するキャラクター、作装ぶちこまこ姉妹が公認キャラクターになったことを記念し、駅メモ、モノレールが運行された。2018年9月1日2日に、ボーカロイド初音ミクのバーチャルライブ、マジカル未来2018が開催されることを記念し、8月10日から9月30日まで、初音ミク仕様のラッピング車用、マイクフライヤーが運行された。 2019年にも、初ネミク仕様のラッピング車用、ミクフライヤーエボが7月1日から10月31日まで運行されている。5、おさむき。